はい、どうもレッドコンプレックスです。 FP ペドリを使っていきたいと思います。まさかの総合値100を達成いたしまして、18歳で将来有望ですよね。でレベルも57と、もう全部規格外もうここら辺は真っ青よね、ほぼカンストで、スピシュンもバリバリあって、でこのボディコンとスタミナでしょ、能力値的にも使用感的にもね、ちょっとメッシミがあるんだよねしかもスキルも優秀、ダブルタッチルーレット、軸裏コントロール、足裏コントロールまで持ってる、でミドルシュート持ってる、でワンタッチパス、スルーパス、アウトスピンキック、ピンポイントクロス、も何全部できるやん。チャンスメーカーなので、貯める役割だったりとか、こうパスを散らす役割として使っていきたいかなと思います。それでは試合の方やっていこうか。考えなければめちゃめちゃ強い、早いね、でタッチが細かいんですよ。はい、でここタッチ、はいはいはい、まあスピードもあるからね、こうぶっちぎっていけるのよね。である程度背負えるのでタッチ細かいし、うん、悪くない、いいんじゃないの。はい、ナイスアシスト。さあペドリー、いやー、これ取られないのか。さあワンパー、いいね、パスがうまいからね、ずれることってなかなかないと思うのよね。いい抜け出しだ。おいしょ。おわ、決定力出た。ペドリー、ダブルタッチ、オッケー。いいね。で、ここパス出して。いやー、惜しい。さあ、ペドリー、丸空き。さすがに決めてほしいよ。いやー。さあ、ここでペドリーの登場。ペドリーの登場。一枚かわす。ダブルタッチ、いいね、捕まらないね相手に。ペドリ、あんたいい抜け出しよ。おー、決定力だけで。ペドリ、いやー、うまいんじゃないパス。いやー、ペドリ、やこのこれが基本だね。うわ、うんま、パスうますぎだろパス当てて、ペドリからの、いやー最高。ペドリ、ペドリ、ペドリ、いやパスうまい、やば、はい、開いた、ダブルタッチ来た、よいしょー、カモン。